死んで後悔なさい。えい、そこ、はっ、終わらせ。やってみる。そこ逃がさん。みんなで力を合わせれば。ダメ、いつもこうだといいんだけど。私は大丈夫。手加減は無用です。無理せず行きましょう。クオレーム遺跡へは通常のルートを外れて進むことになります。湿地帯は視界が悪く、足場も安定していません。文字通り一歩間違えば沼地に引きずり込まれ、二度と戻ることはできないでしょう。ダジルは湿地帯を抜けることができ、遺跡にたどり着けたとしても、魔力を増幅する装置があるなら当然遺跡周辺には大量の魔物がいるだろうな。装置が使えたとして、剣の力を増幅できたとしても、カオスの力を抑えられる保証はない。それでも向かいますか。この使命を俺で終わらせることができるなら、その可能性があるなら、引き返す理由はない。かけるのは己の命か。良いではないか。物好きが多いのは今に始まったことじゃないみたいだからな。イヴァ、本当にいいの？グレイを止めなくて。
私、なんだか嫌な予感がするの。そう思うのでしたら、自分で止めればよいのではありませんか？もしかしたら、遺跡にたどり着く前に命を落とすことになるのかもしれないのよ。あなたも言ったでしょう。グレイが絶対に死なない保証はないって。グレイを封印することには反対なのですよね。それは…でしたら最善を尽くすことです。私も、あなたもね。そうね。来るぞ。道を開けてもらおうか。目障りだ。そこ。うざま。これで。遅い。そこだ。終わらせるぞ。そんな。死んで後悔なさい。死にな。逃がしません。終わらせるぞ。死んで後悔なさい。遅い。遅れるな。終わらせる。死んで後悔なさい。みんなで力を合わせれば。いつもこうだといいんだけど。面倒ですね。ダメよ。そこ。いや。倒れた。ダメよ。逃がします。いいわ。目障りだ。消えな。そこ。いいわ。はっ。そんな。終わらせる。ここで立ち止まるわけにはいかないの。そこ。いや。私に楽に行けると思ったの。いや。はっ。そんな。はっ。ダメよ。遅れるな。みんなで力を合わせれば。もうダメ。いつもこうだといいんだけど。面倒ですね。殲滅する。
これで。そこ逃がします。ふっ、直そう。死にな。これで遅れるな。楽に行けると思ったのか。いや、えい。どう？終わらせるぞ。ここで立ち止まるわけにはいかないの。目障りだ。みんなで力を合わせれば。いいです。来なさい。そこ。ダメよ。遅い。追撃をかける。逃がします。そんな。メザーだ。消えろ。ダメよ。遅れるな。死は安らぎだ。これで終わらせますよ。もうダメ。いつもこうだといいんだけど。私、お兄ちゃんのために頑張る。文献の通りであれば、おそらく。どうだ、動きそうか。ええ、大丈夫だと思います。ただ、少し時間はかかりそうですが。あちらさんには待つつもりはないみたいだけどな。囲まれておりますね。どこから現れたんだ。主はそこにおれ。魔物はわしらが食い止めよう。そこを動くなよ。ここは倒産。私が守る。ファズ、マキを頼む。はい、わかりました。片付けますよ。来るぞ。大丈夫です。そこ。えい。これで。追撃をかける。逃がさん。遅い。私につ。へい。へい。
私にもできた？やあ！伊賀さん！はっ！終わらせるぞ。遅い！はっ！私につ、死は安らぎだ。遅れるな。そこだ。遅い。そこだ。消えろ。蹴りをつけるな。はい。消えろ。やあ。そこだ。やばい。貴様らには死が似合いだ。全てが終わるその時まで手に入れてみせる、私の世界を。もっとお役に立てるように頑張ります。まだ追いつけない。これは通過点に過ぎません。いつか必ず追いついてみせる。引き返すわけにはいかない。気持ちいい。修行に終わりはない。こんなところで立ち止まるわけにはいかないの。108本を振り払い前進してまいります。私にもできたでしょ。光の導くままに。生徒は戦うことならば戦い続けるのみ。いきなりですか。道を開けてもらおうか。終わらせる。貴様には死すら生ぬるい。伊賀さん、蹴りをつけるぞ。いいだろう。死ぬな。やっ、これで何だ。遅い。消えろ。はっ、そこだ。はっ、そこだ。そこだ。はっ、それもいいわね。お役に立てなくてすみません。気をつけろ。頑張ります。
遅い、追撃をかける。遅い。そんな、これで遅い。終わらせる。ダメよ。一気に片付け。お願い。私に持ってきた。定めの天秤よ。魂の天秤にかけ、我らの行き先を示せ。遅れる。貴様にはシスラ生ぬるい。そんな、これで終わらせる。やってくれ。はっ、攻撃。遅い遅い。寝込んで。もうダメ。この程度か。全てが終わるその時まで。手に入れてみせる、私の世界を。もっとお役に立てるように頑張ります。まだ追いつけない。いつか。これは通過点に過ぎません。当然の結果ですね。まだまだ頑張らないとね。いつか必ず追いついてみせる。なせばなる、なさねばならぬ。何引き返すわけにはいかない。うーん、気持ちいい。ここで立ち止まるわけにはいかない。修行に終わりはない。私、お兄ちゃんのために頑張る。次はドイツが相手だ。こんなところで立ち止まるわけにはいかないの。108煩悩を振り払い、前進してまいります。これも皆さんのおかげです。どう？私にもできたでしょ。光の導くままに。生徒は戦うことならば戦い続けるのみ。今のはカオスの力だよね。これ！いけません。カオスの力が溢れ出ようとしている。何が起こっておるのだ。間に合いませんでしたか。間に合わなかっただと、どういう意味だ。話は後にしろ。でも、マキはどうするの。
あの巻を動かすことはできません。それにもはや手遅れでしょう。そんなことない、お兄ちゃんなら大丈夫よ。絶対に大丈夫なんだから。リール、落ち着け。今はこの場を離れるのが先決だ。ゲオルグ、イーバを頼む。ジュードとイグニスはグレイを。わかった。なんだ。よくわからないが、こいつはまずいぞ。グレイ様からカオスの力が溢れてます。こんなところでカオスの力が溢れたら、冗談にしてもきついっての。魔物だらけになるのはな。グレイ、俺は誰だ。俺は誰だ。倒しても倒してもキリがねえ。どんだけいるんだっての。せめてこの二人の意識さえ戻れば。二人のことを言っても始まらないだろう。そうよ、私たちが何とかしないと。だが、この二人をどうにかしなければ、この場を離れることもできんぞ。それでも、やらなければなりません。二人をかばいながらでは、満足に戦うこともできぬというのにか。だったら、どうしろって言うんだ。二人を置いていけっていうのか。なら話は早いな。ここは俺が引き受ける。お前たちは先に行ってくれ。何言い出すんだバカ親父。そうよ、あなただけを置いてなんていけないわ。俺には魔気がある。そのおかげで不死身だってこと忘れたか。からってな。はっきり言ってお前たちは足手まといだ。マキの持つ本当の力を発揮するにはお前たちが邪魔なんだよ。時間がないんだ。分かったら早く行け。僕はまた同じことを。気にするな。グレイのことを頼んだぜ。ジェイナスさん、すみません。リール、行くぞ。でも、ここはジェイナスに任せるんだ。フィオナ様。ジェイナス、お願い、必ず戻ってきて。嫁さんが待ってるのにこんなところでくたばるつもりはない。
必ず戻る。俺は女性との約束を破ったことは一度もなかったはずだぜ。そう。ジュード、お前も行け。行ってフィオナたちを守るんだ。くそ！バカ親父、死んだらただじゃおかねえぞ。あんたも行け。あんたには俺の行動が理解できないか。本当はあんたにも分かっているはずさ。分かろうとしていないだけでな。どの程度この場から離れればよいのだ。どこまででもだ。できるだけ時間は稼ぐ。十分離れたら身を隠してくれ。分かった。頼んだぞ。次から次へと、ほんとキリがねえな。俺が相手をするのは女性だけって決めてんのにな。簡単に死ねない体ってのも不便なもんだな。あいつらこんなもんをこれまで背負ってきたのか。情けねえな。今になって気づくなんてのは死ねないことの辛さってやつに。そろそろ頃合いか。お前らみたいになるかもしれなかったことを考えるとゾッとするが、最後の相手がお前らってのも何かの因縁なのかもしれないな。お前らには最後まで付き合ってもらうぜ。さて、最後に一発派手な花火を打ち上げるとするか。真実はいつも残酷だ。人は真実を恐れるがゆえに、己が信じたいと願う真実を望む。だがいつかは目を向けなければならない。その時がいつかわからないだけで、必ず訪れるのだから。そう、真実から逃れることは決してできないのだから。雨か。